ヨークシャー種は豚の品種である。ヨークシャー種はイギリスのヨークシャー原産の豚である。19世紀に大ーヨークシャー種と小ーヨークシャー種などの後輩によって創出された。初出は1852年。品種登録は1884年。血統書が創設されたのは1885年である。一般に家畜豚は3タイプに分類される。死亡重視のラードタイプ。 赤肉重視で長期保存に適するベーコンタイプ両者の中間で味の良い生肉用のポークタイプである。ヨークシャー種はポークタイプに分類される。家畜豚としては中型で極めて飼育しやすく、肉の味が良いヨークシャー種は19世紀後半から20世紀前半にかけて世界中で人気の品種になった。とりわけ、 19世紀後半に養豚が行われるようになった日本では国内の豚の95%がヨークシャー種だった。このため日本では豚の典型的なイメージはもっぱらヨークシャー種によるものである。ヨークシャー種はかつて異性を風靡し世界中で飼育されて様々な品種のもとになった。しかし20世紀後半から純粋なヨークシャー種そのものは激減し近年は 希少品種とみなされていて、希少品種保存活動の対象になっている。この豚品種は原産国であるイギリスでは、ミドルホワイト種と呼ばれている。これは、スモールホワイト種とラージホワイト種の交配によって創出されたことから、その名が付けられたものである。スモール、ラージ、ミドルの3種ともイギリスのヨークシャーが原産地だった。日本では、 明治時代になって様々な家畜品種が外国から導入された。豚は本種が持ち込まれたが、この時に日本では原産地名からヨークシャー種という名称で品種登録された。後になってラージホワイトが日本に導入される際、ヨークシャー種との区別のためにオーヨークシャー種と命名された。近年では本来のイギリスでの名称に合わせて本種を中ヨークシャー種と 通称し、ヨークシャー種は、大と中の総称とする場合もある。ただし血統管理をしている、日本養豚協会や農林水産省での正式名は、ヨークシャー種である。略称は、Y が当てられている。外観的特徴は、中型で、皮膚と皮毛は白色。メスは2 0 0ラムオスは250から2 8 0ラムになる。体型は長方形で、 胸は広く、胴は幅と厚みがあり、典型的なポークタイプである。顔は短くて小さく、鼻がしゃくれて、上を向いている。耳は薄く、やや前方に傾いている。性質は極めて温順。他の品種に比べて、牧作を壊すことも少なく、屋外での放牧にも適している。ただし、寒暖の差には弱い。平均して9頭の子を産み、よく子育てをする。 そのため、他の品種の小豚に父をやって育てるにも適する。生育が早く、誕生時は 10kg から 14kg 程度、生後3から4ヶ月で 65kg から 71kg に成長し、食用出荷が可能になる。あまり大きく皮育させるには適さない。1852年に、よく地方のキースリーという町で開かれた。 ロイヤルショーで地元の織物職人だったジョセフタリーという人物が自家生産の大ヨオクシャー種の豚を出陳しようとしたところ大ヨオクシャー種にしては小さすぎるという理由で審査員に展示を断られてしまった。評議委員会が招集されてこの豚についての審議を行い大ヨオクシャー種にしては小さすぎるし小ヨークシャー種にしては大きすぎるということでどちらの品種にしても 不適格だという結論になった。しかし優れた豚であることは確かであり、新たに中型種を創設することになった。タリーの豚は大ヨークシャー種のメスのうち最良のものに、小用クシャー種や小型のイノシシを数代にわたって、交配して生産されたものだった。こうして生産されたタリーの豚は、小用クシャー種のように頭部が小さく、内臓も小さいが、 体格は大ヨークシャー種並みに大きかった。この新種の豚は早熟で、扱いやすく、小規模経営に向く。その上肉の味も良いため、イギリス国内でどんどん広がっていった。1884年に英国豚生産者協会が設立されると、ヨークシャー種、大ヨークシャー種、タムワース種の3品種が、イギリスの基礎品種に決まり、同年から血統書が作られるようになった。 ヨークシャー種は扱いやすく、交雑が容易で、特に食味の向上に適した品種だった。都市均衡での飼育にも適しており、ロンドン均衡でも盛んに使用された。こうした養豚業者はロンドンの養豚家と呼ばれ、ヨークシャー種はロンドンの生肉業者の間でも人気品種になった。20世紀前半には世界中に広まり、世界の主流品種の一つになった。中でも、 日本では大きなシェアを占めるようになった。また、ヨークシャー種は様々な品種の改良に充てられた。ヨークシャー種を荒廃して創出された主な品種としては、アメリカのチェスターホワイト種、ロシアのリトアニアンホワイト種、中国の新しい順ン,トーンキワイカイクロブタ、オランダのハイポーダネなどがいる。ところが、第二次世界大戦が始まると、脂身が少なく保存が効く。 ベーコンタイプの豚肉の需要が圧倒的になり、ポークタイプのヨークシャー種は淘汰されるようになった。大規模経営の養豚業者が登場したり、飼育技術の向上もそれに拍車をかけた。1957年の英国豚生産者協会による統計では、イギリス国内で血統登録された豚のうち、ヨークシャー種はわずか0.4%にとどまっている。しかし一部の農家は、 将来のために純粋なヨークシャー種を残した。近年は食味の良さが見直され、ヨークシャー種はロンドンの高級レストランで採用されるようになっている。1990年の統計では、かつてよりは血統登録数は回復したが、それでも3.3%ほどに過ぎない。九百九十年にはヨークシャー種生産社会がイギリスで設立された。世話人は、 ヨークシャー種の熱狂的な生産者として知られるアントニー・ワラル・トンプソンである。このほか、オーストラリアやカナダ、アルゼンチンでは今も多く飼育されている。日本では明治以降に豚の飼育が本格化した。はじめはアメリカ産のチェスター・ホワイト種、イギリス産のサフォーク種、バークシャー種などが持ち込まれたが、明治政府は1900年にヨークシャー種とバークシャー種を種豚に選定すると、 次第にヨークシャー種が主流になった。両種は日本各地の官営の主畜牧場に配置されて種豚となったが、鹿児島県や埼玉県の一部でバークシャー種が主流になった以外は全国はほぼヨークシャー種になった。これには日本の養豚事情が影響している。穀物の豊富なアメリカでは豚にも トウモロコシなどの農産飼料をふんだんに与えて飼育が可能だったが、日本では家畜用の飼料がそこまで潤沢ではなかった。そのため日本では豚は主に食品廃棄物を与えて飼育されるようになり、養豚はもっぱら都市部で行われるようになった。こうした飼育環境や気候、日本人の思考などにも適し、飼育が容易だったのがヨークシャー種だった。 最盛期には日本の豚の95%がヨークシャー種だった。日本国内でもヨークシャー種の改良が行われ、東南アジア各国へ種豚として輸出されて普及した。第二次世界大戦前には国内100万頭以上の豚が飼われていたが、戦争によって国内の食料生産は落ち込み、豚に与える食料廃棄物の確保もままならなくなり、 戦争終結時には8万頭にまで数を減らした。戦後間もなくはアメリカによる援助物資として多くの大型品種が導入された。これを日本に適するように改良するため、ヨークシャー氏との交雑が盛んに行われた。しかしながら、徐々に品質が退化し始め、改良も頭打ちの傾向を見せたため、 1950年にはイギリスからヨークシャー種の種豚導入を再開している。戦後の復興期にはヨークシャー種は爆発的に増加した。ピークの1962年に血統登録されたヨークシャー種は56,385頭で、これはこの年に登録された豚の82%に相当する。血統管理を行った日本種豚登録協会では、 原産国の英国及び諸外国を通じてもおそらく最高の年間登録頭数だったとしている。日本経済が大きく発展すると都市均衡での養豚が敬遠されるようになるとともに食料、飼料生産が大きく向上し食品廃棄物ではなく家畜用飼料を与えて家畜を育てることが可能になった。さらに飼育の難しい品種の養育技術が向上し 従来は難しかった大型種によって、生産量の拡大や効率化を図ったり、競争力を高めるために高品質、高負荷価値の品種を育成するものが増えた。近年は、豚肉生産の量、質、効率などをバランスを図るため、純粋品種ではなく、ヨークシャー種や、オーヨークシャー種、ランドレース種、デューロック種、ハンプシャー種などの交雑による生産が主流になった。 1999年に日本で新たに血統登録されたヨークシャー種はわずか15頭で、同年の登録数の0.1%である。大ヨークシャー種の略称は W。これには遺説があり、ヨークシャー種はヨーク地方の在来種に中国産の豚を荒廃して生まれたとする説がある。だが、本家の英国豚生産者協会はこの説を取っていない。 鼻先が鋭く上を向いているのは確かに中国系の豚の特徴であり、小ーヨークシャー種が中国系やシャム系の豚の血を引いているという説もある。小ーヨークシャー種は体質が弱いために20世紀初頭に絶滅しており、詳しくはわかっていない。チェスター・ホワイト種はヨークシャー種などからアイオワ州で創出された品種。ありがとうございます。